神々は魔王に脅かされた世界を救うために女神リスタを送りましたが、今回誰もが彼女に与えた世界は難易度 S だったのでリスタはパニックになりました。そして神々の探求は世界を救うために地球上の英雄を召喚することです。魔王に脅かされた。プロフィールが突然顔に当たった時、リスタはヒーローを選ぶのに頭を悩ませていました。そして彼女は聖夜という名前の若い男の圧倒的な統計に驚いたので、聖夜が彼をヒーローにするために神の世界に行った時、リスタはすぐに召喚しました。聖夜のかっこいい姿を見たばかりのリスタはびっくりしたが、リスタは落ち着きを取り戻し、聖夜に召喚された理由を説明した。リスタに指示された後、聖夜は守備よくステータスを開き、リスタはポータルを開いて聖夜を送り、魔王から S クラスの世界を救った。しかし、聖夜は世界を救う前にしばらく訓練させたと主張し、リスタは聖夜が過度に注意深い病気に苦しんでいることにショックを受けました。聖夜が訓練している間、リスタは女神アリアに彼について不平を言いに行きました。しかしアリアはリスタに彼女が召喚した英雄の意見を尊重するように忠告しました。リスタは修行後、聖夜が食べるおにぎりを用意していたが、聖夜は温かいおにぎりが有毒だと思ったので、まずはおにぎりを試してみた。リスタは聖夜に準備ができた時にアナウンスするベルを与えたが、彼はトマトが次元爆弾であると疑った。4日後、リスタは通知ベルが鳴るのを見て大喜びし、聖夜を見るとすぐにリスタは彼に夢中になり、鼻が出血した。リスタは腕立て伏せだけでレベル15に到達できることに驚き、すぐにポータルを開いて聖夜を他の S クラスの世界に送りました。二人はすでに初心者の町にテレポートしていたが、聖夜は人々を見るや否や、彼らが怪物に変身したのではないかと疑った。二人は聖夜に装備を買うために武器屋に行きましたが、聖夜は鎧が損傷した場合に備えて3枚の鎧を買うことを主張しました。武器を完全に装備した後、聖夜はヒーローのように見えましたが、聖夜はそれだけでは不十分だと感じたので、彼はさらに数十の癒しのポーションを買いに行きました。町のすぐ外で2人はスライムに遭遇し、スライムは弱い怪物でしたが、聖夜は全力でそれを破壊しました。スライムが全滅した後も、彼はそれが本当に死んでいることを確認するために攻撃を続けました。その直後、魔王軍の四天王マキナが突然現れ、主人公の到着を予想していたので、傍受するためにここに来ました。しかし、彼が彼女を見るや否や、聖夜はリスタを置き去りにした。聖夜はリスタの顔に発煙弾を投げてマキナの尻尾を切り落とし、リスタにポータルを開いてすぐに神の世界に戻るように言った。神の世界に戻った途端、リスタはすでに聖夜の上に横たわっていたが、聖夜は今マキナを倒すためにもっと訓練が必要だったのでリスタを捨てた。2日後、リスタはまだ聖夜が準備ができている動きをしているのを見ていませんが、リスタはマキナが前に行った町を攻撃していることに気づき、10分ごとに誰かが現れなければ処刑します。リスタは急いで報告し、聖夜に人々を救うように促したが、聖夜はまだ訓練を終えていないので拒否した。聖夜が行くのを拒むのを見て、リスタは自分が臆病者だと思い、聖夜のような英雄を召喚して世界を救うことを深く後悔した。しかし、聖夜は、彼が死んだら、町だけでなく全世界が魔王によって支配されるだろうと言いました。その直後、聖夜はマキナを倒す準備ができた鎧を身につけ、リスタは彼がこんなに短い時間で急速にレベルアップしたのを見て驚いた。もう待つ方法がないのを見て、長明は全員を処刑することを計画しました。そして幸いなことに、聖夜は時間内にそこにいて、風のスラッシュを使って彼女を攻撃しました。長明も修行後の清谷の神力に驚いたので、長明は全力で戦うことにし、鬼の闇の力で戦うことになり、巨大な雄牛に変身。町名はすぐに聖夜を襲い、非常にひどい爆発を引き起こしたが、意外にも彼女のパンチは聖夜によって非常に軽くブロックされた。結局、聖夜は自分のために偽の統計を作成することを可能にするスキルのロックを解除したので、リスタは見ることによってのみ彼の本当の統計を見ることができました。そして彼の現在の統計ではおそらく彼はマキナより10倍強いに違いありません。
照明はまっすぐ空を飛んで街全体を破壊するエネルギーのオーブを作りましたが、聖夜も飛行スキルのロックを解除したのでジャンプして彼女を止め、それを大いに活用しました。彼女が学んだばかりの消防フェニックススキル彼女を切り倒した。聖夜が勝利するのを見るや否や、リスタは彼に突進したが、聖夜は奇妙なバクテリアを捕まえるのを恐れて彼女から離れるように彼に言い、町の人々は聖夜に感謝の意を表すために出かけた。町名は死んでいたが、聖夜はまだ彼女のすべての細胞を破壊したかったので、彼は肺を攻撃するために途方もなく強力な技術を使用した。家が破壊された後、人々は聖夜に町を去るように頼み、リスタは聖夜が次の町に行く準備ができていると思ったが、意外にも彼は練習を続けるために神の世界に戻ることを要求した。リスタは姉のアリアに聖夜について不平を言うようになりました。彼女はいつも神の世界に戻って訓練するように頼み、アリアのような偉大な女神になるためにできるだけ早くこの任務を完了したかったからです。聖夜が突然突入したとき、二人は話していました。そして、女神アリアは彼女が彼を見るとすぐに彼女の驚きを隠すことができませんでした。腕立て伏せを何回続けてもレベルアップできなくなったとのことでしたが、リスクが高すぎてモンスターと戦ってレベルアップしたくなかったので、アリアは神々と一緒に練習することを提案しました。安全のためだけに神の世界。その後すぐに、アリアは聖夜を献身セルセウスに連れて行って訓練し、聖夜に訓練が非常に厳しいことを知らせた。初日、セルセウスは聖夜は有能な男だと知らせたが、それでも彼に匹敵するまでには長い道のりだった。しかし、2日目までに、セルセウスは鞘の進歩に不安を感じ始めていました。3日目、セルセウスは聖夜と戦うことができなくなったため、ストレスを感じ始めました。そして4日目、リスタはセルセウスが3倍の強さを持っていたにもかかわらず、聖夜が必死にトレーニングさせたため、突然ビーチに隠れているセルセウスを見ました。聖夜が彼を見つけに来るのを見るや否や、セルセウスは大きなパニックを示し、彼は剣を海に投げ込み、二度とそれに触れないことを誓った。女神イシュタルは突然リスタに次の町が危機に瀕していると告げたので、リスタと聖夜が人々を救うためにすぐにそこに行くことを望み、彼女もそれを手配しました。その直後、聖夜がセルセウスを顔に殴るのを見てパニックになり、セルセウスから何も学べなくなったので出かける準備ができた。次の町に着いたばかりの2人は、この町が魔王のゾンビの軍隊に襲われようとしていたので、人々が逃げるのを見ました。そこで聖夜は浄化できる聖水を買いに行きましたが、1000本まで注文してもらいました。彼らはイシュタルによって手配された2人の仲間に会うために町の教会に行きました。そして聖夜の2人の新しい仲間はそれぞれエルルとマッシュという名前のドラゴンのペアでした。ヒジリアは教会の僧侶の頭に聖水を注いでゾンビかどうかを確かめたところ、誰もが驚いたことにゾンビとして現れたのは事実でした。そのゾンビが何かをする時間がある前に、聖夜は聖夜によってバラバラにされました。しかし彼はまだゾンビの死体をきれいにして、教会全体を破壊しました。聖夜はまた、ゾンビかどうかを確認するために全員に聖水を注ぎ、エルルとマッシュが彼をサポートする必要はないと突然言いました。マッシュはドラゴンの人間として、聖夜にこのように軽蔑されたとき非常に怒っていました。警備員は、1万ゾンビの軍隊がこの町を攻撃しようとしていることを知らせたので、聖夜がヒーローであることを知ったとき、彼らはひざまずいて彼に物乞いをしました。町を救うために、聖夜は誰の助けも借りずにゾンビを殺そうとしていると言ったが、リスタは無駄になりたくなかったので、翼を伸ばしてすぐに追いかけた。しかし、どんなに頑張っても、リスタは聖夜のスピードに追いつかず、飛ぶのが遅すぎるのを見て、聖夜はリスタを連れて帰った。聖夜に姫のように運ばれると思っていたのと同じように、リスタの天使の羽が倒れるほどの速さでリスタを引き離した。ゾンビ軍を見たばかりの聖夜は、強力な打撃で彼らを破壊することを決心し、リスタは聖夜が巨大な隕石を召喚するのを見て非常に驚いた。
隕石が地面に激突し、ゾンビが一瞬で蒸発したので、リスタはこの力で魔王を倒すのに聖夜だけで十分だと思ったが、聖夜が戻ってきたと主張した強さの 10% しか使わなかった休み。数日後、聖夜はフュージョンスキルを使ってプラチナの剣を鍛造することに成功し、リスタは聖夜が紙を使って剣を鍛造したことを知って驚いた。その直後、謎の人物が不審な鏡を清谷に送ったところ、鏡にマッシュが縛られているのを見てショックを受けた。結局のところ、ビースマグラという名前の四天王の一人が、ゾンビ軍に復讐するためにマッシュを捕らえました。そして今では誰もが鏡を通してしか見ることができず、マッシュの救助に行くことはできませんが、聖夜はまだスペースをスラッシュで使ってデスマグラの腕の一つを奪うことができます。デスマグラがパニックに陥っている間、聖夜はリスタに彼を神の世界に連れ戻すように頼み、彼はイシュタルにマッシュを救うために彼をデスマグラの隠れ家に連れて行くように頼んだ。到着するとすぐに、聖夜は巨大な火の玉でデスマグラを撃ったが、デスマグラは火のような魔法に抵抗する保護フィルムのおかげで無傷のままだった。デスマグラは、誰もが非常に怖がる高レベルの火のタイプの悪魔を召喚しました。聖夜の属性も火のタイプだったので、彼は悪魔を倒すことができず、氷のタイプの魔法攻撃だけがそれに対抗するでしょう。しかし、聖夜はまだ強力な衝撃波で悪魔に突撃し、彼は突然デスマグラの悪魔を凍らせた拳を解き放ちました。結局、聖夜は着用者が氷の属性を使用できるようにする魔法のブレスレットを鍛造し、雷から岩まであらゆる種類の要素を備えたリングの束を鍛造しました。その直後、聖夜はデスマグラの悪魔を一撃で粉々に砕き、デスマグラを破壊するために彼のスキルの束を解き放ちました。旅館に戻って休憩した後、マッシュは聖夜の本当の強さを実感し、聖夜はこの二人の子供に荷物を運ばせることにしましたが、二人はとても幸せでした。彼のような強いヒーローと一緒にいてよかったです。聖夜が神の世界に戻るように頼んだ時、リスタはみんなに次の町に行くように言っていました。そして今度は聖夜はエルルと一緒にマッシュを訓練する誰かを見つけたいと思いました。リスタは剣の神セルセウスがケーキの作り方を学んでいるのを見て驚いた。そして彼は聖夜に殴られて死んだ後、剣術を諦めることにした。聖夜は訓練のことを聞くとすぐにパニックになりましたが、今度は聖夜に剣術でマッシュを訓練するように頼み、マッシュが自分より弱いことを知ったとき、すぐに受け入れました。二人はエルルの火の魔法を教えるために女神ヘスティアカに行き、聖夜はアリアに連れられて戦争の女神アデネラに会い、剣のコンボテクニックを学びましたが、彼女はいつもいつも怖く見えました。幽霊は紙のようではありません。全く、しかし、たった一日でアデネラは完全に可愛い女の子に変わりました。アデネラは聖夜に以前のようにずさんな姿を見せたくなかったので、リスタは聖夜の愛の雷鳴に巻き込まれたことに気づきました。数日後、ようやく神の世界での修行を終え、アデネラが突然聖夜と一緒に行くように駆け寄ったとき、アデネラは5時間も費やしました。湖で彼をガトケーキにしました。しかし、聖夜は冷たく拒否し、アデネラのケーキはひどいようだと言った。そして、聖夜に批判されたとき、アデネラは神の世界のすべての人を攻撃するために怒ったが、聖夜は気にせず、誰もがすぐに地球に戻るように促した。エルルとマッシュは訓練後にスキルを試すために戦いたいと思っていますが、聖夜は戦わずに敵を倒すことが最善の戦略であると考えているため、すべての敵を自動的に破壊できる火のフェニックスを召喚します。その直後、マッシュの指示に従い、誰もがドラゴンレースのドラゴン洞窟を探しに行き、ドラゴンレースは今や魔王を滅ぼすことができる聖剣を持っています。聖夜は一連の剣を使って、誰も開かなくてもドラゴンの村に通じる門を打ち破り、彼らが入ると、この場所のドラゴンの母と女王に会うように導かれました。女王はすぐにマッシュとエルルもドラゴンレースのメンバーであることに気づき、彼女は自分の力を使ってマッシュがドラゴンに変身する能力を解き放ちました。しかし、エルルが聖夜の聖剣になるために彼女の命を犠牲にしなければならないことを知ったとき、誰もがパニックになりました。
ドラゴンの女王は、エルルはもともとドラゴンとして生まれ変わった聖剣であり、魔王は今や世界の 70% 以上を占領することに成功したので、エルルがすぐに聖剣になってそれを破壊することを望んでいたと言いました。魔王、エルルと他の人々は、彼女が死ぬことを知って深く悲しみ、その夜、ドラゴンは彼女の犠牲に備えてパーティーを開きました。その後すぐに、エルルは飛び降りて儀式を行うために絶壁の前に連れて行かれ、死ぬと彼女の体は聖夜が使用するための聖剣に変わりました。エルルが崖から飛び降りることを余儀なくされているのを見て、マッシュは儀式を止めようとしましたが、女王は兵士たちに彼を止めるように命じ、エルルに崖から飛び降りるように促しました。しかし、聖夜は突然警備員を倒してエルルを救出し、エルルのような貴重な荷物運搬車を聖剣に変えたくないと言ったが、女王はそれでもエルルを幸せにしたいと思った。この世界を救うための人生、マッシュとリスタが突然倒れたとき、女王が以前にみんなの食べ物に毒を入れていたので、エルルを助けようと急いでいましたが、聖夜が無傷であるのを見て誰もが驚きました。結局、聖夜はパーティーが始まって以来、慎重な性格のため何も食べておらず、リスタが作った料理しか食べていませんでした。その直後、女王はエルルと共に聖夜を攻撃するために完全なドラゴンに変身し、通常の武器は彼女のドラゴンの鱗を突き刺すことができませんでしたが、聖夜はこれを予見したのでドラゴンを倒す剣を用意しました。聖夜はドラゴンを倒す剣で女王を一刀両断で致命傷を負わせたが、儀式が始まる前に彼女はエルルに魔法のネックレスをかけ、その魔法のネックレスが少女の首を絞った。そのネックレスの魔法を中和するために、聖夜は女王を倒さなければならず、聖夜は聖夜の攻撃に対して絶対的な防御スキルを使用したので、彼の剣のコンボは彼女の鱗を突き刺すことさえできませんでした。しかし、振り返ってみると、女王は聖夜によって崖から押し下げられようとしていたので恐怖を感じ、炎で彼を攻撃するために変身しなければなりませんでしたが、聖夜は2つのクロススラッシュを解き放ち、崖をまっすぐに送りました。女王が敗北した後、エルルはついに魔法のネックレスを取り除き、女王の体は非常に強力な見た目の剣に変わったので、聖夜はそれが聖なる気であると想定しました。この剣は伝説の魔王を破壊するために使用されました。しかし、ドラゴンの村を出た直後、リスタは聖夜に、剣は聖剣ではないことを知っていると個人的に話しましたが、エルルに命を犠牲にさせたくないという理由だけで、みんなを騙しました。その直後、洞窟の入り口ですでに人間の兵士のグループが聖夜のグループを待っていました。そして女性将軍ロザリーによって保持された彼らの要塞は今悪魔王の軍隊によって攻撃されたので、彼らはすぐにヒーロー聖夜に助けを求めました。彼がここにいることを知ったとき、聖夜たちはあっという間に戦場に飛び出して敵を偵察し、敵はハエ将軍が率いる巨大なハエの軍隊だったが、驚いた。ハエ将軍の移動速度は非常にひどい。その上、ロザリーの軍隊は弓と矢でハエを攻撃していましたが、ハエは簡単にかわして急いでロザリーの兵士全員を空に捕らえ、彼らはそれらの貧しい兵士を解放しました。真上から落ちました。しかし、フライ将軍は聖夜を誘惑することを目的として撤退し、ロザリーの軍隊はちょうど今の戦いの後で大きな損失を被りました。聖夜のヒーローパーティーを見るや否や、ロザリーは大喜びし、要塞に戻って敵との戦略について話し合うように誘った。途中で、ロザリーの父がこの王国の王であり、彼は聖夜のような英雄と同等の強さであるが、何らかの理由で彼は彼らと戦うことができないことを学びます。悪魔の王はそうすることができます。会議に入ったばかりの清谷は、敵が登頂しているのではないかと心配していましたが、兵士たちが城全体を捜索したところ、何も見つかりませんでした。ロザリーは聖夜が何の戦略もなしにハエの隠れ家を攻撃することを提案しました。しかし彼はハエと戦うために出かける前にもっと練習するために神の世界に戻りたいと思いました。聖夜はまた、ロザリーの弱いリーダーシップが多くの兵士を無駄に死に至らしめたと信じているので、ロザリーは怒って彼の顔を平手打ちしたが、彼はすぐに彼を平手打ちした。
ロザリーは聖夜から十数回の平手打ちを受けた後、怒ってうなり声を上げ、聖夜を切りたいと思っていたので、リスタはすぐにポータルを開いて彼女を送る必要がありました。聖夜は神の世界に戻りました。聖夜はリスタに火のエルフや大砲などハエを殺すための何かを紹介するように言っていましたが、神の世界には弓と矢しかなく、彼が求めた種類の神はありませんでした。リスタはミティスという女神にアーチェリーのスキルを教えてくれるように頼みましたが、聖夜はほとんど指導することなく、自分で基本的な火の弓を作ることができました。リスタはエルルとマッシュを連れてきて、アリアに彼らを訓練するように頼むように頼みました。そして彼女はリスタにアデネラが聖夜に拒絶された後に狂ったことさえ知らせました。その直後、リスタはアデネラが彼女を追いかけたとき、聖夜の訓練状況を見るために森に行きました。そしてアデネラは前に彼女の感情を拒絶したことに対する復讐のために聖夜を刺して死にたいと思っていましたすべてを手放します。アリアとの訓練の後、マッシュは彼女の体の一部をドラゴンに変えることができましたが、エルルは彼女が選んだオブジェクトの速度を増減する能力を学びました。そして彼女は必要に応じて聖夜の戦いをスピードアップするためにこの能力を使うことができます。訓練を終えたばかりで、誰もがすぐにロザリーの要塞に戻りましたが、彼らは彼女が彼らと戦うためにハエの隠れ家に一人で入ったことを発見しました。聖夜は遠方からこっそりとハエの鬼を撃墜するつもりだったが、ロザリーの将軍の一人が突然大きな音を立てて話しかけたので、ハエは自分たちの居場所を発見し、急いで攻撃した。ロザリーもこの時フライ将軍に挑戦していて、前の兵士と同じように空にまっすぐに運ばれて落とされたので、聖夜はリスタが彼女を救うために空にまっすぐ飛ぶ道を開いた。女神のいる主人公が現れたことを知ったハエ将軍はロザリーを空に引き寄せ、リスタが彼女を捕まえられないようにロザリーを電光石火の速さで倒す計画を立てた。しかし、投げる前に、聖夜はフライ将軍に矢を放ち、ロザリーを解放させ、リスタはその機会を利用してジャンプして彼女を捕まえた。ハエの将軍は、聖夜が雲の中に隠れて彼を狙ったことを知っていた。聖夜はハエの将軍に矢のボレーを発射したが、彼は簡単にかわした。聖夜を見るや否や、ハエの将軍が急いで襲いかかったが、突然魔法の鳥の群れが現れ、後ろからお腹を突き刺した。結局、聖夜は逃すかもしれないと思っていたので、矢を鳥に変えてターゲットに戻る能力を学びました。フライ将軍を倒したにもかかわらず、ロザリーは聖夜の戦闘スタイルはかなり臆病だと思っています。エルルとマッシュは新しい力を発揮するために水アブを駆除したかったのですが、聖夜は機関銃のように発砲し、ハエはすぐに姿を消し、二人の子供はその任務に割り当てられました。彼が燃える場所、その後すぐに、ロザリーはドワーフの村に神の鎧が保管されていること、そして魔王を倒すためには聖夜がそれを手に入れる必要があることをみんなに知らせました。しかし、彼らが到着したとき、彼らはドワーフの村が完全に破壊されているのを見て、村を攻撃したのは四天王のドワーフでした。ドワーフはモンスターを召喚し、神の鎧を破壊させました。鎧がなければ、聖夜は魔王を倒すことができないと信じていたからです。その直後、彼は死神を召喚するために自殺しました。そしてその死神を見たとき、人々はその力の統計を読むことができませんでした。聖夜は死神を攻撃しようとしたが、すぐに回復したので、リスタにポータルを開いて全員を神の領域に送って隠すように言った。神聖な世界にたどり着くや否や、聖夜は小さな傷を負って痛みを感じたが、聖夜はいつも血だらけになりたかったので、リスタに治療を依頼した。誰もが無事だと思っていたが、死神が彼らを追いかけ、神々はすぐに怪物と戦うように見えたが、誰もが簡単に倒されて殺された。聖夜のグループは死神の追撃から逃げるしかなかった。途中、聖夜は数人の神にそれを阻止するように頼んだが、全員が死神に殴られて解散した。
ところが、塔の頂上に駆け寄ると、絵を描いていたバルキリーという破壊神に出会い、死神が聖夜を襲いながらバルキリーの絵を誤って撃ち殺し、怒り狂い、慌てて殴り合った。バルキリーは、通常の攻撃はすべてグールに影響を与えないことに気づいたので、バルハラの門と呼ばれる究極のスキルを使ってそれを破壊し、門に閉じ込められて殴られた後、モンスターは数十の鉄のスパイクで刺されました。バルハラ門を使用した後、移動の実行者は彼の人生を交換する必要がありますが、神々は不滅であるため、バルキリーの人生は全く影響を受けません。聖夜はバルキリーに魔王を滅ぼすためのバルハラゲートのスキルを教えるように頼み、聖夜のような死すべき者がその動きを使うと死ぬのではないかと心配しましたが、聖夜の決意を見て、バルキリーは彼の申し出に同意しました。聖夜がバルキリーで訓練している間、エルルとマッシュはアリアに行き、マッシュが完全なドラゴンに変身するのを手伝った。彼らが訓練を終えるとすぐに、誰もがロザリーの父の王国に戻り、四天王の最後が彼らの首都への攻撃を主導していました。しかし、ロザリーの父とこの王国の王は、四天王を簡単に打ち負かし、彼自身の一つのスラッシュで、魔王軍全体を一掃することに成功しました。人々は、ロザリーの父親と同じくらい強い人が、彼が子供に変身したのを見て驚いたので、なぜ魔王を倒そうとしないのか疑問に思いました。結局、彼があまりにも多くの魔法の力を使うたびに、ロザリーの父は縮むでしょう。それで彼は悪魔の王を征服するために首都を離れることができませんでした。町に行くとき、リスタはみんなにカジノに行って楽しんでもらうように誘いましたが、聖夜はそれらのゲームをプレイしたことはありませんでした。ロザリーは、聖なる鎧が魔王軍によって破壊されたことを知って驚いた。ロザリーは、父親が実際に魔王を征服しようとしたことをみんなに知らせたが、彼は捕まった。私を子供に変えたのは魔王の呪いだった。その後すぐに、この国の王でもあるロザリーの父に会いに行き、四天王全員が全滅したので、聖夜は悪魔の隠れ家の王を攻撃することにしました。話をしていると、いきなり魔王の軍隊が再び襲いかかるという知らせを受けたので、王が先導している間、聖夜と二人の子供は出かけて戦わなければならず、リスタは町の寺院を訪ねる。王は、彼が死んだ時、リスタのような不滅の神々が神の世界で復活し、聖夜のような英雄が彼の古い世界に送り返されるだろうと言いました。しかし、魔王は完全に命を奪うことができる神を殺す剣を作ることに成功しました。前に魔王を倒した後、王は完全に彼に降伏し、彼は神を殺す剣を使ってリスタを制御するために魔法の鎖を作りました。しかし彼がリスタを終えた直後に、幸運にも聖夜は救うためにそこにいました彼女。結局、聖夜は敗北後に王が魔王に服従したのではないかと推測したので、彼と他の人々はリスタを救うためにすぐにここに戻った。その直後、王様は魔王から与えられた薬を飲んで若くなり、新たな力を得た後、聖夜のような英雄と肩を並べて戦うことができました。聖夜は戦闘速度を上げるために手にある重りをすべて取り除いたが、王はそれでも攻撃速度に追いつくことができた。聖夜と王は戦いを終わらせるために致命的な打撃を使うことに決めました。そして彼は守備欲王を胸に刺し、そして彼を瞬時に打ち負かしました。敗北した後、王は以前のように老人に戻り、ロザリーは彼のような悪魔の王に魂を売った父親を受け入れたくありませんでしたが、聖夜はロザリーを平手打ちして逮捕しました。彼の父親と話をしなければなりませんでした。最後にもう一度。ロザリーは聖夜に従い、死ぬ前に彼女を抱きしめ、数日後、王国全体が王のために葬式を行いました。聖夜はみんなで街中を一緒に出かけて気を紛らわせるようにと言っていたので、ゲームって何なのかわからなかったのでびっくりしました。計画していたリスタが清谷に温泉を誘ったので、リスタと二人の子供は市内の衣料品店に水着を買いに行った。その日の午後、みんなが一緒にたむろすることを約束したように城に戻ったが、彼らはどこにも聖夜を見ずに永遠に待っていたので、彼らは聖夜を見るために街中どこにでも行った。
リスタはすぐに神の領域に行き、最高の神イシュタルに聖夜を見つけるのを手伝ってくれるよう頼みました。そして彼女は聖夜が彼を破壊するために一人で魔王の城に行ったことを明らかにしました。悪魔の王、イシュタルはまた、ドラゴンの女王を倒した後、聖夜は最大レベルに達したので、彼はもう強くなることができないことを知った時に神のスキルを練習したと言いました。アリアは、実際には100年前に、聖夜を B ランクの世界のヒーローとして召喚し、現在ほど慎重ではなく、非常にずさんな性格を持っていたと述べました。重傷を負った聖夜は、敵との戦いを続けたが、計算もせずに常に集中力の真っ只中に突入した。当時の聖夜のガールフレンドであり仲間だったのはティアナ姫であり、聖夜の無秩序な戦闘スタイルにはいつも非常に不快感を覚えていました。魔王との最後の戦いで、彼らの塔は彼を首尾よく打ち負かしました。しかし彼らはこの魔王が2つの命を持つことを期待していなかったので、塔員全員が彼に飲み込まれました。聖夜の子供を妊娠していたティアナ王女も彼に殺され、リスタはそれを聞くとすぐにティアナが彼女の前世であることを思い出しましたが、女神として生まれ変わった後、彼女の前世の思い出は全てありました。消去されました。ところが、どういうわけか、リスタは聖夜を再びヒーローに召喚し、記憶が消えても聖夜は一度失敗したことに気づいたので、今回は以前と同じミスをしないように気をつけた。すべてを理解した後、リスタは聖夜を助けるために魔王の城に行くことに決めました。そしてマッシュとエルルも彼をサポートするために一緒に来るように頼みました。リスタは魔王の城の中にいる全員を導くポータルを開き、聖夜と魔王は激しい戦いを繰り広げていましたが、聖夜が準備をしているのを見てリスタはパニックになりました。バルハラゲートを使用してください。魔王はその門の中で聖夜にすぐに投獄され、スパイクに致命傷を負った後、ゆっくりと門を閉めた。しかし、魔王が現れて門から出ようとしたので、聖夜は一連の剣を使って彼を真ん中に押し込まなければなりませんでした。その直後、聖夜はバルハラゲートの反撃に見舞われ、リスタは前世で聖夜を助けられなかったことを後悔したので、今回はリスタが全力を尽くして彼を癒した。しばらく試みた後、リスタは聖夜を死から救うことに成功し、リスタは目が覚めるとすぐに聖夜を抱きしめようと急いだ。すべてが終わったと思って突然、バルハラ門が消えていないことに気づき、魔王が門を破壊してゆっくりと出てきてみんなを攻撃したので、聖夜はやらなければならなかったので、バルハラ門のスキルをもう一度見せてください。2回目のキャストでは、聖夜は前のポータルよりもはるかに大きなポータルを作成し、デーモンキングと一緒に最初のゲートを永遠の無に飲み込んだ。しかし、2番目の門を使用した後、聖夜の体はひび割れ、リスタの魔法は彼をもう癒すことができませんでした。聖夜はエルルとマッシュに彼のために世界を守るように忠告しました。そしてこの瞬間に彼はリスタがティアナ王女の来世であることを知って幸せでした。しかし、彼の体はみんなの悲しみに薄気味悪い空気に消えました。聖夜の偉業のおかげで、この世界の人間は平和に暮らすことができ、ロザリーが彼の功績に感謝しているのと同じくらい聖夜を嫌っていたが、ドラゴンボーンの2人の子供はそうではなかった。保護するためにロザリーからロイヤルナイトの称号を与えられた国。神の世界に戻った後、リスタは最高神イシュタルから彼女に会うように呼ばれ、今度は聖夜が失敗した世界を救うためにリスタに任せたいと思ったが、今では悪魔がいる地球上で地獄になった世界王が支配した。しかし、イシュタルはリスタに同行するために特別なヒーローを送ると発表し、リスタはヒーローが聖夜であることを知って驚いた。完全なビデオレビューを見ていただきありがとうございます。チャンネルが新しい動画をリリースした時に通知を受け取るには、ベルボタンと一緒にチャンネル登録ボタンを押すことを忘れないでください。